Welcome to Gundam Online. どうも、シルです。いや、悲しい事件が起こりました。コンテナを回収したよ。前回試合取ってたんだけど、無言ですね。まあ、いっか。びっくりしたわ。はい。多分これ声入ってると思うんですけど、入ってなかったらもうなんかどうにかしよう。そんな感じで初動乗り遅れた感じがあります。いや、ダッシュがあるんですよ。ダッシュという非常に魔族絵が。よし、入ってる。多分大丈夫。このマップはちょっと厳しいですよね。何がどう厳しいって、やれることがすごく限定されてるんで。どうしましょうかね。バッテリーエリアとかあれば変化があるんだけど、割と変化がないかなりの待ちマップというか、こんな感じです。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。どうだろうな。もう一個の配置もまあ、変わんねえな。まあ、水辺があるだけマシかな。やりました。敵艦を破壊しました。当たりすぎだ。少しは避けろ。あ、惜しい。やれなかった。できるか。残念、やれませんでした。出撃する地点を選択してください。ダッシュあと2個なんだよね。まあ、割と諦めますよ、私は。ダッシュを割と。出たよ、スナイパーゲの状態にしておけ。ありがとう。各員これで修理を行う。このまま次を狙う。万全の状態。誠にありがとう存じます。出るぞ。緊急起動を行う。回収回収。いいわ、いい流れ。
して出直してくる。隙が多すぎる。上に死んでるやつがいるぜ。やっぱ多いなこのゲーム。最終完了だよ。スナイパーでめちゃめちゃ多いやん。ここは退避させていただきます。命がけで回収よ。これは本の刀だ。いいでできる。何だろう、あなたには負ける気がしないわ。もうここはなぜかっていうと135のところでもうそこでせき止められちゃってるんで、侵入力とかがねやれることがほとんどないんですね。まあそこを昔はゴリ押しでフレピクが飛んでましたけど、あれはおかしいんだよ。あれはおかしい。あれはどう考えてもおかしい。まあ中央にバトルエール、まあ中央、うん中央横のラインにバトルエリアとか入り口ちょっと狭すぎるんだよね、ここね。まあ、これだけど、こんくらいの方がいいかもしれない、いいのかなという気は最近していて、あんま露骨に広くしすぎると、押し込めちゃうので、もう軽くインフレでね、要は押し合い、引き合いができなくなって、一方的になりがちっていうのがあります。ガルバルディベートだ。しかも重いビームライフを持っている。出撃する地点を選択してください。どうしたもんですかねこれね。行くぞ。ありがとうございます。だんだんと時間が過ぎていく感じです。逃げればいいものを。知ってエルモグラは撃たれるんですよ。どうしたもんですかね。私はねここにここから行きたいですけど、もう完全に今はあれですかね、ステルスレーダー1個あるともうどうしようもないですか。最終完了。そういうのも含めて、まあある意味これがいいのかもしれないですね。そう言ったように到着するっていうのは拮抗しているので、かなり受け芸になっちゃうのが嫌ですね。こうなるとごめんよ、厳しいとこに回ってしまって。戦いのイノハウを御存じないようだ。当たりすぎだ。全部当たりよけろ。開けさせてもらう。押されてる。
前の方が。ナイスー、それはそれはナイスですね。スイッチバースト、いやそういえばなんか昔もあったな。いやショットガンゲーストですけども、これを使ってるのはあんま見ない。無警戒でした、完全に無警戒でした。ダメですね、初めの一手だ。いやー無警戒でした、今のは無警戒だった。見えてんだよそれ。よくもやってくれたな、この屈辱忘れ。あー惜しい、そして回復されてしまう。まあだから私は焼夷弾とかを弱体化してしまったの、あれはちょっと出撃する機体を選択してください。出撃する機体を選択してください。戻した方がいいんじゃないのっていう。状態異常は割と状況を打破する、例えばねフラッシュグレネードとか状況を打破するもの意味はあるので、それを弱体化しちゃったのは結構いけんじゃないかな。膠着をさらに悪化させるというか、そんな気がしてるんですね。敵はここだぞ。このダッシュできない今日はもう走るしかね。ダッシュはなんかやろうとすると恨めるんでね、マップにもいるし。背筋を正して出直してこい。どっからロックされた。めっちゃ見られてる。入口が1個しかないから、もう1個ぐらいここについて3箇所とかしてもういいんじゃないのみたいな。あとここもう1個ぐらい増やすとかね。まあせき止められちゃうのでこっちもねせき止めやすい。まあそれがさっき言ったようにここのマップの良さでもあるのかもしれないけど、これネズミルートたくさん作ったらもう本当にネズミゲーになっちゃうので。まあ、ただ見渡しは良すぎない方がいいよねっていう、今見た通り砂陰になっちゃうから。この程度薄皮一枚救急家になると本当にチャージビームラジルやこれで勝ったと思うな。よくもよおお、ガードカスタム。頑張りますよね。どうしたもんですよね。出撃する地点を選択してください。ダッシュ3しかないんだよ。しかないんだけど遠いよね。どうすか。被弾箇所の破損はほとんどありません。このまま任務を継続します。でこの状況を挽回する手段もないがこうなっちゃう。補給艦補給ビーコンですかね。
いい流れ。私に挑んでくる勇気は認めるか。かけさせてもらう。これトライ。絶対に死ぬ。やけだしてきたマジか。出てしまった。今格闘が腹に入る予定だ。湧いてるー、すげえな。どっからだよ。動きがありましたが、本拠地届くかな。もうちょい射程もね、短い方がいいよね。やっぱ多すぎて、この手をお貸しします。マジかよ。残念、ね、スナイパー多すぎですか。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。鉱山都市かね。やめてください。やめてください。やめてください。挑んできた勇気は褒めてやる。背筋を正して出直せ。直撃か。エースに愛されて危ねえよ。今やれたな。水辺じゃなかったら当たったけど、水辺ちょっと発想に効果迷ったんで、ちょっと迷ったのもありますね。よし、回収完了だ。背筋を正して出直してこい。だいぶ迷いましたよね。挑んできた勇気は褒めてやる。いい調子です。背筋を正して出直してこい。アバース。43でしかない。修理をする。このマップはちょっとどうだでしょうね。チーム戦でやると例えば右から10人で行こうとかっていうのができるんですけど、まあ、ならば進んだとこんな感じで、まあ、それはそれである、ある意味いいのかもしれないかな。ただ車線をもうちょい短い方がいいかなっていう感じですね。左右のあの道をもうちょい広くするとあそこでの勃発戦みたいなのができるんですけど、もう完全に入り口出口での戦いになっちゃってるんで、出る方が不利、受ける方が有利っていうのがもう完全に分かっシンプルな状態になってる、ね、そこをもうちょい広くするかルートを何個かに増やして一人カバーしきれない感じにして、でちょっと乱戦っぽくして、まあ、教習もそこで戦えて、中央でスナイパーはしっかり中央から
フォローするみたいな。別にいきなりスナイパーが戦えること自体は悪いことではないんですけど、ただ近距離戦がないとスナイパーしかいなくなるので、なかなかそれ難しい。個人評価の報告です。だから中央はあれでいいと思うんですけど、左右をもうちょいなんかして、そうするとネズミとかもしやすい。あと水のルートですよね。あれも日本ルートにしちゃって、もう出口が1本っていうのもまずくて、日本ルートにしてどっちから抜けられるみたいな感じじゃないかな。本部より報酬が届きました。開封する。今レーダー1個置けばね、もうフォローできた時代なので、まあもちろんそれはレーダー送るのも大変ですけど、ただそれでも1個置くとね、2、3分ぐらいはもうそこで取れるから、出口1個だけしかないから潰せるんで、まあ、その辺はちょっと工夫があるといいなという感じのマップでしょうか。まあ昔のなんか補給艦置いてレッツゴーっていうのよりはいいかな。こうまあそこそこ戦えるんで、ちょっときついですけど、まあ、ただゲルキャキャっぽいよね。やっぱりスナイパーがこっちからするとスナイパー多いんですけど、向こうからするとスナイパー少ないんですよ。なぜかっていうとやっぱ被弾面積の差があるから、そこはちょっとね試してほしい。スナイパーの体力を変えるとかしてもいいと思うんですよ。真面目な話、ジオンの方がスナイパーはその分体力多いか、もしくは攻撃力があるとか、そういうなんか、なんでそのフォルムが違うのにそういうとこ変えないんだろうみたいな感じですけど、そしたらまあそんな感じでございました。ラッシュむずいな、一回できてよかったって感じでございます。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。